さん、こんにちは。今回は名バイプレイヤーとして活躍する女優銀粉蝶さんについてお話しします。銀粉蝶さんは1952年5月13日に栃木県塩谷郡で生まれました。本名は吉田照子で、身長は161センチ。青山学院女子短期大学を卒業後、現在は野良事務所に所属しています。銀粉蝶という名前から韓国籍なのではと噂されることがありますが、実は純粋な日本人なんです。名前の由来はかつて劇団マカマカで演じた役名から来ているそうです。主人公の女性が金粉蝶という役で、銀粉蝶さんはその妹役を演じました。金粉蝶の妹なら銀粉蝶だろうということで、役名がそのまま芸名になったのだとか。その舞台がとても思い入れのある作品だったため、芸名としても使い続けることにしたそうです。一度聞いたら忘れられない個性的な名前ですよね。銀粉蝶さんは若い頃から最後のアングラ女優と呼ばれています。アングラとは商業性を否定した芸術至上主義の表現理念を指します。短大卒業後、一般企業に OL として就職しますが、出勤初日に劇団の合格発表が届き、すぐに会社に辞表を出したエピソードからも女優への情熱が伝わってきますね。8年間在籍した劇団マカマカを得て、1981年に夫の生田よろずさんと共にブリキの自発団を結成。片桐はいりさんや山下千景さんなど個性的な女優を輩出しました。1999年の公演ほぎうた北村荘ぼきうたよりを最後に劇団は活動休止。その後、銀粉蝶さんはテレビドラマなどの映像作品で活躍の場を広げていきます。現在でも独特の存在感を放つ銀粉蝶さん、その魅力はアングラ劇団時代に培ったアバンギャルドな雰囲気なのかもしれません。銀粉蝶さんには息子がいるのではという噂がありますが、実際にいるのは娘の夏美さんだけです。ラジオ番組で夏生まれだから夏美と名付けたと明かしています。娘さんが高校生の頃は銀粉蝶さんが手をかけすぎてしまい、何もできない子になってしまったとか。今は30代から40代になっているそうです。夫の生田よろずさんは劇作家や演出家として活躍。お二人の出会いは銀粉蝶さんが在学していた短大時代に所属していた早稲田大学の学生劇団でした。その後自由劇場にも所属するなど二股状態になった銀粉蝶さんでしたが、結局生田さんらと新しい劇団マカマカを立ち上げ、後にブリキの自発団を結成しました。生田さんは1996年にカンカンで読売演劇大賞優秀演出家賞などを受賞。現在は劇作家として舞台の演出などを手掛けています。銀粉蝶さんは他の芸能人に似ていると言われることも多いようです。よく似ていると言われるのが女優の高畑敦子さん。顔のパーツはそっくりというわけではありませんが、雰囲気がよく似ているんです。年齢も2歳しか違わないため、同じような役柄を演じることが多く、余計に似ているように感じられるのかもしれません。声も似ているという人もいるほどです。他にも木村みどり子さんに似ていると言われることもありますが、こちらは雰囲気は似ているものの見間違えるほどではないようです。意外なところでは俳優の高橋一生さんとも似ていると言われています。二人は2017年の NHK 連続テレビ小説ワロテンカで親子役を演じました。鼻筋の通った美しい顔立ちが共通していて、本当の親子だと言われても違和感ないほど異性ながらも確かに似ていますね。また女優の名取裕子さんとも似ていると言われることがあります。見た目はそれほど似ているイメージはありませんが、演技をする際の声の出し方や発声が似ているそうです。実際に普段の声を聞くとそこまで似ている印象はないのですが、演技になると雰囲気が近くなるのかもしれませんね。銀粉蝶さんは独特の存在感を放つ女優です。若い頃からアングラ劇団で培った表現力と、70歳を超えた現在も第一線で活躍し続ける姿は多くの人を魅了し続けています。これからも唯一無二の存在として
さまざまな作品で活躍してほしいですね。ここで銀粉蝶さんの若い頃のエピソードをもう少し掘り下げてみましょう。銀粉蝶さんが劇団マカマカに所属していた頃、ある作品で主人公が緊張蚊取り線香を体に巻きつける金粉蝶という衝撃的な役を演じたそうです。蚊取り線香を体に巻きつけるなんてアングラ劇団らしい発想ですよね。金粉蝶さんはその妹役として金粉蝶を演じ、役名がそのまま芸名になったわけですが、この舞台に非常に思い入れがあったからこそ芸名としても使い続けることにしたのでしょう。その後映像の世界でも活躍するようになった銀粉蝶さんですが、銀粉蝶という芸名を使い続けたのはやはりこの舞台への愛着の表れなのかもしれません。変わった名前ゆえにドラマではよく見かけるのに名前は知らなかったという人も多いはず。でも一度覚えてしまえば決して忘れられないインパクトのある名前でもあります。銀粉蝶さんが最後のアングラ女優と呼ばれるのも若い頃のエピソードと無縁ではありません。商業性を度外視した表現活動を続けてきた銀粉蝶さん、今でこそ映像作品への出演が増えましたが、その芝居への情熱は衰えることなく現在も独特の存在感を放ち続けています。これほどまでに芸術に身を捧げる姿勢はアングラ魂なくしては語れないでしょう。70歳を超えてもなお第一線で活躍し続ける銀粉蝶さん、今後も唯一無二の存在感で私たちを魅了し続けてくれるはずです。これからの銀粉蝶さんの活躍にますます目が離せませんね。新しい作品での演技にも注目です。という感じで銀粉蝶さんの魅力を存分に語らせていただきました。銀粉蝶さんのような女優はなかなかいないのではないでしょうか。これからも唯一無二の存在として様々な作品で活躍してほしいですね。ところで銀粉蝶さんの独特の存在感について私なりに考察してみました。銀粉蝶さんの魅力は何といってもその型破りな経歴と個性にあると思います。アングラ劇団出身という背景も叱ることながら、銀粉蝶という芸名からも既成の価値観に縛られない自由な精神が感じられます。そんな銀粉蝶さんが映像作品で見せる存在感は他の女優にはない独特のオーラを放っています。時に妖艶に、時にコミカルに、様々な表情を見せる銀粉蝶さんの演技は見るものを飽きさせません。また70歳を超えた今も第一線で活躍し続ける姿は女優としてのプロ意識の高さを感じさせます。年齢を重ねるごとにその存在感はますます磨きがかかっているようです。銀粉蝶さんの類まれなる個性と表現力は日本の女優陣の中でも稀有な存在と言えるでしょう。これからも銀粉蝶さんにしかできない演技で私たちを魅了し続けてほしいものです。そんな銀粉蝶さんの今後の活躍にますます目が離せません。新しい作品での演技にも大いに期待したいと思います。長い俳優人生の集大成とも言える今だからこそ銀粉蝶さんの真骨頂を見せてほしいですね。独特の存在感を放ち続ける銀粉蝶さん、これからも唯一無二の女優として私たちを魅了し続けてくれることでしょう。以上、銀粉蝶さんについて熱く語らせていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。